まあ、ちょっと病気なんですけど、その中でどっちの食べ物を我慢して落としましたし、私生活しっかりしろ、もう何の内容かは分かっています。続いてストロー級50kg契約キックルールワンマッチ、ドリアルユーラモン VS イータロー、それぞれに一言いただきます。ではユーラモン選手お願いいたします。ああなんか昨日イータローの YouTube 見たらめちゃめちゃ舐め腐ってたんで、まあイータローからブレイキングダウン取ったら多分何も残んないんで、なんか考えてんの。はい、私に負けたらお前に何にも残んないけど大丈夫そう？いや残るものしかないし、まあ先喋って私も言いたいことあるから。まあなんかイータロー今日まで結構イベントとかに行ってて、まあこれが負けた時の言い訳にならないといいなと思って、私は明日絶対勝つんでよろしくお願いします。ではイータロー選手お願いいたします。はい、まあ、最初に触れるとイベントは仕事で行ってるわけでお酒も飲まなきゃいけないし、その中で私は汗かけない、まあ、ちょっと病気なんですけど、その中で6キロ食べ物を我慢して落としましたし、文句言われる筋はない。で一言言いたいのが、お前マジ私生活しっかりしろ、もう何の内容かは分かってると思うけど迷惑かけすぎで、なんかその、まあ、内容は言わないですけど自覚のない子なんだなっていうのにがっかりしましたし、まあ、私はね残らないって言われたけど SNS に命かけていろいろやってるんで、まあ背負ってるものが違うから、まあサクッと KO して、私減量でめっちゃお腹空いてて、なんかマックの新作のいちごのフラペチーノみたいなのをめちゃくちゃ我慢して飲みたいので、さっさと2社目なんで KO して帰ってマックとかいっぱい食べたいと思います。以上です。大選手体重計に乗ってください。ドリギャルユーラモモ 47.65kg クリアです。続いてイータロ選手お願いします。 49.15kg クリアです。それでは正面に向かってファイティングポーズをお願いします。続いてフェイスとフェイスでお願いします。フェイスフェイスで飛ばってお願いします。それでは意気込みを語っていただきます。まずはドリギャル井浦桃選手お願いします。もうめちゃくちゃうまくつくんでぶっ飛ばします。続いて飯太郎選手お願いします。昨日の記者会見でも私のこと怖くて目も合わせられないようなこんなクソギャル秒で倒します。以上です。ありがとうございました。それではリングから降りてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。